はい、今週の狙い馬です。よろしくお願いします。週刊誌終わりました。アーモンドアイが3冠でしたね。まあね、もうすごい競馬で、うん、当たりました。私もじゃあ当たりました。あ、そうですか。じゃあ、はい、その勢いで勢いでね、勢いつけばいいですね。はい、それです。バケブレも成功しました。あ、私も、はい、よかったです。頑張ります。はい、頑張りましょう。私も頑張ります、はい、菊花賞です。はい、クラシックの3冠の最終戦、うん、あのダービー馬のね、ワグネリアンは天皇賞の方に行ってるんで ね、 ね、うん、ちょっと登録はしてこなかったですけども、はいはい、うん、いいメンバー、重賞ウィナーも、ね、うん、上がり馬もいて、重賞ウィナーも8頭ぐらいいてね、うん、いいメンバーですよ。面白い、面白かったね、うん、選手とどっちが感じでね、楽しめそうな、はい、行きましょう。どうでしょうかね、はい、宇都宮さん、はい、本命は名将、そうですね、鉄痕、うん、まあその枠順ですとかね、今週の動き出てからと思うんですけども、うん、ちょっと神戸新聞杯見てこのままいいかなと思ったんですよね、うん、まあ花来てマイペースもありましたけど、最後もう一回足使えてましたし、うん、あと京都がやっぱりね、あのジョッキーも京都がいいんじゃないかって随分言ってて、そうね、オープン勝った時もね、かなり強い勝ち方だったんで、うん、まあちょっとまあこれからね、ちょっと今のところ注目というか、はい、まあ、あのこの前の神戸新聞杯の内容だって、うん、だってワグネリアン、エタリオ、名称テックコンだからね、そうですね、内容悪くなかったしね、って感じの、ね、作りだったし、いいかなと思うんですけどね、うん、なんて言ってもお父さんがマンハッタンカフェですか。そうですね、あなたの好きな小島太志球者マンハッタンカフェですね、これまたね、まあ系統的にはね、だから 3000m とかいいんじゃないですかね、うん、お父さんの方ね見ればね、まあ僕はちょっとね、うん、あれかもしれないけど、うん、いいかもしれない、はい、さあで片岡さんはエポカドーロ、お、今来ましたか。エポカドーロ、あの宇都宮さんの大好きなウェイスポカドーロ、宇都宮さんが本命外したからね、あのこういうあの乗り換えてやろうかと思って、はい、本命してしまいました。あれですか、前走どう見ますか、これちょっとこの前ね、スタートしてつまずいたんで、うん、そうなんですよね、うん、あれでもう全然リズムに乗らなくて、うん、全くついで回っただけの競馬で、最後ちょろっと足使ったぐらいでね、うんうん、はっきり言って消化不良でしたね。消化不良ですかね、うん、ちょっとあれじゃあもうどうしようもなかったなっていう感じ、うん、うん、やっぱりスムーズにいかないとやっぱり難しいところもあるし、ね、そうですよね、瞬発力っていうね、タイプでもないですもんね、うん、この前って 粘るような感じの方が俺はいいと思うんでね、うんうん、オルフェルブの子供ですから、はい、まぁ、あ、ちょっとキー症のね、いろんなこういうなんていうの、うん、こう難しいとかないかもしれないけど、まあ距離はね、いいでしょ、うん、ね、ボケも距離持ちそうだし、オルフェルブ三冠馬だし、三冠馬だしね。あとまあ片岡さんの好みの厩舎、はい、藤原先生とこですからね、うん、藤原先生、ね、もうお話は聞いてないんですけど、うんうん、この前あちょっと消化不良の競馬だったんで、そうですよね、でも休みだけって感じでね、作りだったようにこちらもね、うん、思うんですけどね、本番でやっぱ借りを返すしかないっていう感じでは来ると思うんでね、はいはい、うん、このままこの着にね、準三冠なんですよね、もしこれ勝てばね、すごいですよね、1、2、3、ね、そうそう、うん、だからね、ちょっと思い切ったあの自分の競馬ができればね、はい、通用していいかなと思ってます、はい、あとエタリオ、うん、どうよエタリオね、このまあちょっと、はい、先週もね、あの、うん、追い切りも、あの、うん、まあ、すごい勢いで来るんだけど、ナダブとやめちゃうのかなんか知らないけど、うん、なんかね、貸し切れないのはなんか理由があるのかなって気もちょっとするんですけどもね。あのね、うん、これね、いつだっけな、あの、アホ場所の時だったから、うん、石橋ジョッキーに聞いた時に、うん、あの、結構ね、能力すごいあるよって言ってた、ね、みんな、うん、すごい言ってたの、うん、ちょっとね、こう難しいっていうか、そういうちょっと、うん、あの、ちょっとつかみどころないところもあるって言ってたんでね、うん、だからまだ化けそうな感じはね、するよね、この馬に関しては。うん、鞍上もね、見る子に見てるんですけどね。で、この前の内容もね、ワグネリアン詰めていったからね。そうね、姉妹だけの競馬でね、その場を見せてる。だから成長力とも考えたら、やっぱりこれもね、いいところかなと思いますよね。はい。あとは、同じ馬主さんのジェネラーレ、ウーノ。はい。これは強かったですよね。これ強かった。なんかその、うん、ちょっと他とはね、前走に関してはレベル違うなって感じの、うん、まあ、早い流れをね、2番手で、まあ、確かに競馬の流れもね、ちょっと向いたのかもしれないですけど、まあこれも鼻行かなくてもいいんだけど、まあ多分ここはアイトーンがいるから、うん、絶対行く馬がいるから、ペースがそんなに緩いペースにはならないと思うんで、離れた2番手とか3番手で自分のペースで走れれば、うん、これもチャンスはあるんじゃねえのっていう気はね、うん、あの矢野先生は結構ね、もうこれ立冬に入級させてるんでね、もう、うん、先週日本で追い切って行ったんですよね、で万全の体制敷いてるんで、矢野先生もやっぱりね、結構力入ってましたからね、はい、うん、これも期待できるんじゃないかなと思います、ね、ですね、あと上がり馬で気になるのは上がり馬だとね、僕はアフリカンゴールド
はい、はい、このまま前走はねちょっとまあ恵まれたとこもあったかなと思うんですけど、うん、2走前なんか結構時計が中京でね早かったんですよね、うん、強いメンバー楽に勝っちゃってるし、僕は上がり馬のそのまあね今回ね、うん、下から来てるのは結構いますけども、はい、その中だとアフリカンゴールドにまあちょっと注目してますけど、ね、なるほどね。あとまあね、あのモレーラジョッキーが乗るグロンディーオーツとか、グロンディーオーツも強かったですね。フィエールマンもね、ルメールジョッキーが乗るね、うん、フィエールマンもこれも上がり馬ですし、うん、あと忘れちゃいけないのが本誌本命にしてるブラストワンピースなんだな。一番人気候補なのかな、はい、これはね。これもねだからどね、まあ、前走は、うん、僕もダービーも本命にしたまでね、はい、まあ力はと思うんですけど、ちょっと2000で強かったかな、うん、切れすぎたかなってとかね、はい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 、気もしないでもなくもないから、まあ、その辺もだから今週の取材等で、うん、でも新潟記念の内容が強かったしね、まあ、ね強かったね、うん、小判相手にいい競馬だったし、うん、で輸送も別に毎日杯買ってるから、ね、阪神もね行ってるから、うん、京都の輸送も問題ないだろうし、うん、最初追い切りがねしっかりある程度できていればね、はい、これもやっぱり ね、 あのね有力どころが勝ち負けになる、有力どころがね、うん、と思います。あとは土曜日の東京では富士ステークスがあります、はい、マイルチャンピオンシップのトライアルレースです、はい、一応私はね一応ペルシアンナイトを本命にしてるんですけど、はい、どうよすごい金量でこれね59キロ、59キロなんだけど、俺はそこまでちょっと今回は叩き台というスタンスなのかなと思ってるんだけどね。変えた方がいい、いやいや分からないですよね。いやいやでも力はねあれですけども、あとね、まあ、いろいろ、まあ、レッドアバンセとかね、そうですね、レッドアバンセもね、動きいいし、動きいいし、あと、うん、去年の勝ち馬のエアスピナルもいますしね、しますね、うん、あと、あの、クラシックね、春のクラシック終わって、マイルに、うん、あの、チェンジしてきたジャンダルムとかね、ジャンダルムね、ああ、そうだ、これですね、これはね、長距離動く、はい、ね、すごい馬ですもんね、こういう馬もいますんでね、うん、結構あの、難しいんですけど、うん、あの当たればでっかいところ引っかかりそうな気もするん で、 そうです、ね、僕はドジクライっていうのちょっとねこれ東京の方がいいんじゃないかなと思って、ね、ドジクライ ね、 ねいいね、うん、はい、いろいろ考えていきたいと思います。考えていきましょう、はい、はい、よろしくお願いします。